今日はまたまた視聴者の方から良さそうなものを教えていただいたので、そのレビューをお送りしたいと思います。だんだん寒くなってきて、私のこのエストレアにもグリップヒーターはついていますが、だんだんそれだけでも力不足というシーンは増えてきていると思います。そんな中、今回教えていただいた製品というのは、この寒いシーズンのツーリングをとても快適にしてくれるものということで、私も大変期待しています。それではね、賃貸ではありますけれども、また私のガレージに行ってその製品を取り付けたいと思います。はい、ということで今回はコミネ製のヒーティングシートパッドという製品を購入してみました。これはいわゆる後付けのシートヒーターのような製品ですね。それでは開封してみたいと思います。はい、接続するためのワイヤー、そして製品本体ですね。見た感じは、まあ、これ4000円ぐらいの商品ですけども、結構クオリティが高いなという印象です。あとこう触ってみると分かるんですが、どれぐらいですかね、 1.5 センチぐらいですかね、ウレタンのパッドが入っているので、もしかしたら若干シートの座り心地が変わるかもしれないですね。今回はこのエストレアにこのヒーティングシートパッドを装着してみたいと思います。で、私のエストレアはこのようなことがあろうかと思って、あらかじめこの部分にシガライターソケットを増設しています。ですので今回はプラグをつけて、ここから電源を取りたいと思います。で、これが付属のケーブルですね。標準の状態だとこのように、まあ、丸型の、ね、端子がついていますが、これをカットしてシガライタープラグに付け替えたいと思います。こんな感じで擬母子加工されたシガライターソケット用のプラグも売られていますので、まあ、こういったものを使えばね、配線も簡単だと思います。あっという間に加工が終わりました。はい、通電状態も大丈夫ですね。で、この製品本体の装着はこのマジックテープのベルトを使ってやるようですね。ちょっとベルト短めという気がしますが、少しね、強めに引っ張ればこんな感じで装着できました。結構適当につけたんですけども、まあ位置も良さそうですね。さあ、それではテストしてみたいと思います。コミネのヒーティングシートパッドのセッティングが、まあ仮ですけどね、終わりました。で、こういったものはですね、いくら口で温かいと言ってもレビューとしては成立しないところがあるので、今回はですね、温度計をセットしてみました。このようにセットしたコミネのヒーティングシートパッドの上には温度計のセンサーをガムテープで貼り付けています。そしてですね、ここに温度計があります。上がシート表面の温度、このセンサーの温度ですね。で、下が外気温ということで、今 13.5 度、もうちょっと低いような気がしますが、今ね、私が座ってきたのでシートの表面は24度ぐらいありますね。で、外気温が 13.5 度ということになっています。先ほどもお見せした通り、今仮ですので、このね、シガーライターソケットから電源を供給しています。そしてスイッチはここですね。なので、ちょっと走行中は操作するのが難しいかなと思いますので、この段階で走り出す前にスイッチを入れたいと思います。まず、はい、今赤くなりましたね。まず一番高い温度設定で走ってみたいと思います。カメラをセットしている間にもう温度が変わってきましたね。シート表面、私が座ってなかったので 16.7 度まで下がりました。そして外気温も 12.8 度ですから、若干下がったということですね。それでは走ってみたいと思います。この製品 12V 仕様で 0.8 アンペアということですから、
まあ、消費電力としてはそれほど大きくないのではないかと思われますが、結構パワフルですね。もう走り出す前にシートに座った瞬間からほんのり暖かくなってきていて、まだそんなに1キロも走ってないと思いますが、この段階でもうライダーには結構暖かさが伝わってきているという感じです。あ、そして温度も24度、 24.1 度まで上がってきましたね。で、今の私の服装というのは本当にジーンズ1枚という感じなので、ライディングするウェアとしては薄着と言えると思いますが、こういう状態、薄着の状態だとね、ヒーターの温度というのも人間の体に伝わりやすいので、暖かさを感じやすい条件、まあ、つまりね、この製品にとっては、まあ、有利な条件とは言えるんですけれども、まあ、それでもね、なかなかいいですね。快適快適、4000円ちょっとでこんなに暖かいというのは、この製品なかなか優秀ではないかと思います。まだ温度設定はね、最も高い温度設定、スイッチの色が赤の状態で走っていますが、そうですね、ちょうどいいかなという感じもしますね。これ以上弱いとちょっと暖かさを感じないというような気もしますし、これ以上強いと今度暑すぎるという感じもしますし、まあ、まだね、走り始めたばかりなんですけれども、もう結構ライダーは快適といった感じですね。まあ、私もメーカーさんやインポーターさんの広報車を借りて、まあ、シートヒーターが装備されている場合は冬場よく使うんですけれども、まあ、そういったですね、メーカー純正というかね、高級車にもともと備わっているシートヒーターと遜色ないのではないかというぐらい暖かいです。まだね、温度の方は 24.1 度なので、そんなもんかと思う方もいるかもしれませんが、この温度計ね、ちょっと更新速度が遅いんで、だん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 上がってくるのではないかと思います。はい、今信号待ちで止まりましたが、少し温度計の温度が更新されて29度になりましたね。しばらくこのままカメラを回してどのぐらいまで温度がいくのか確認したいと思います。はい、あれからしばらく走っていますが、だんだん体感している温度と温度計の数値が一致してきたような気がします。今私が座っているシート表面の温度が 38.3 度、そして外気温が 12.5 度ということですね。で、もうヒーターの温度としては、まあ、表面で計測して 38.3 度、人間の体温を超えてますから、相当暖かいということが皆さんにも伝わるのではないかと思います。今もう体感的にはですね、今はもう一番温度設定高い状態で走っているんですが、ちょっとですね、設定温度を下げたいぐらいですね。ちょっとね、これだと暑すぎるかなというぐらいになっていますが、まあ、こういうね、最も寒さが厳しい時期に使う製品としては、やはりヒーターの能力としてはこれぐらいパワーがないと力不足を感じることがあるので、まあ、この製品はね、そういう点ではヒーターの能力ももう十分であると言えると思います。今もうちょっとね、本当に座っているのが若干辛いかなというぐらいライダーの着座面が暖かくなっています。まあ、でもね、せっかくですからもうちょっと温度上がるかもしれないんで、ちょっとね、この少し暑すぎるんですけども、これに耐えながらもうしばらく走ってみたいと思いますが、素晴らしい。この製品、私は近隣のバイク用品店で売っていなかったので Amazon で購入しましたが、確か4000円ちょっと、4000円台の中盤だったと思いますが、それぐらいの価格で買える製品としては、この製品はね、本当によくできていると思います。 1.5 センチぐらいですかね、薄いウレタンのパッドが入っているんで、シートの座り心地も若干良くなったような気がします。まあ、いずれにしてもライダーの体を温めるという意味においては、この製品はね、とてもよくできていると思います。あ、走行している間に今 39.4 度になりましたね。
温度計の表示はこのまま行くともっと上がるんじゃないかと思いますが、ちょっと暑くて座っていられなくなったので、メーカーさんは多分推奨していないと思いますが、この乗った状態でね、温度設定の変更が可能なのかちょっとやってみたいと思いますが、あ、大丈夫ですね、スイッチ押せそうですね。これは確か、こう押すたんびに温度設定が変わると思うんで、これが今一番高い温度設定ですから、今2回押してみました。最も高い温度設定だと、あ、倉庫行ってる間に40度ついに超えましたね、40.3 度。まあ、いずれにしてもですね、温度設定が最も高い状態ではジーンズで乗っていると座っていられないぐらい暑くなると、もうヒーターの能力は十分なものがあるということがお分かりいただいたんじゃないかと思います。あ、今ね、ちょっと温度設定が実際にどれになっているのか分かりませんが、少しシートの温度が下がったのが体感できました。はい、それではね、ちょっとね、こういう薄手のジーンズだとこういったね、電熱製品の本当の性能が分かりづらいので、ちょっとウェアを変更してみたいと思います。ウェアを着替えてまたこのバイパスに向かっている間に日が傾いて、さらに温度が下がってきましたね。今外気温は 11.5 度。今ですね、私は冬場最も寒い時期のウェアに着替えてきました。具体的に言うとですね、ダウンの入ったインナーパンツの上に RS 耐地製の、これもちょっと綿が入っているんですけれども、ウィンター用のオーバーパンツ、この状態が最も寒い時期私が着込んでいる状態なんですが、温度計のね、表示の方は相変わらずちょっと更新が遅くて 34.2 度ということですが、このね、着込んだ状態でも十分な暖かさが伝わってきます。グリップヒーターなどを使っている方はピンとくるかもしれませんが、まあ、例えばですね、こういった、まあ、グリップヒーターであったりとかシートヒーターであったりとか、こういった体の外から温める、まあ、いわゆるその電熱アイテムといいますかね、電熱グッズ、そういったものは厚手のウェアやグローブをしている時の方が、その人間の皮膚とそのヒーターの距離が離れてしまう間の布地や断熱材の数が増えるので、その外からのヒーターの熱が伝わりにくくなってしまうということがあるんですが、この製品の場合は先ほど暑くて座っていられないぐらい温度が上がると言いましたが、まあ、それだけの発熱量があるので、まあ、これだけ着込んでいても本当にライダーには十分な暖かさが伝わってきます。はい、走行している間に、ね、温度計の表示も 40.2 度になりました。基本的に外気にさらされているシート表面の温度が人間の体温を超えているわけですから、もうこの状態で相当暖かいと、暖かいというかやはりですね、先ほど同様ちょっと暑くなってきましたね。それではね、先ほど同様ちょっとね、温度設定を下げたいと思います。今一番高い状態にあるはずですから、1回押せば最も低い温度になるのではないかと思います。ちょっとね、見えないので確認できないですけども、はい、今スイッチを1回押しました。これでね、ちょっとしばらく走ってみたいと思います。今実際にはスイッチの色が何色か分かりませんが、温度がね、少し下がったのが実感できますね。温度計の表示はね、更新が遅いんで少しさっきよりも表示が上がってしまいましたが、座っている感触としては先ほどよりも随分ですね、こう暑さが和らいだと、ちょうどいい感じですかね。ということで、この製品とても良い製品、満足度の高い製品だと思いますが、まあ、ちょっと気になるところもご報告しておくと、これはおそらくヒーターの熱が外気にさらされているシートに逃げないようにするためだと思いますが、先ほども言った通り、だいたい 1.5 センチぐらいのウレタン製のパッドが裏側に貼り付けられているので、まあ、若干ね、足つきが悪くなるので、その点は注意というか覚悟が必要かなと思います。それとこういった電熱ウェアというかね、電熱グッズにはつきものですが、まあ、例えば断線などに対するその耐久性というかね、そういったものに関しては、まあ、少なくともワンシーズン使ってみないと何とも言えないところかなとは思います。ただ製品としては十分にクオリティは高く丈夫に作られている印象なので、おそらくそう簡単に壊れる、
故障するということはないのではないかと思います。それともう一点、まあ、例えばね、私が今使用しているこのデイトナさんのグリップヒーターなどもそうなのですが、このヒーターね、先ほどから言っている通り最も高い温度設定だと最終的には座っていられないぐらい温度が高くなるので、例えばですね、起動した時、スイッチを入れた時はフルパワーでしばらく作動して、その後ライダーの好みの温度に自動的に設定が移行するような、まあそういった制御があればなお使い勝手が良かったのではないかと思います。まあ、ただ実売価格で5000円を超えない、だいたい4000円中盤だと思いますが、それぐらいの価格ですからね、それはちょっと贅沢かなとも思います。それとね、こういった電熱グッズに関しては皆さんご存知の通り、暖かいからといってあまりたくさん使用するとバッテリーに対する負担が上がってしまうというのも事実で、この製品は確か 12V で 0.8A ですから、それほど極端に高い消費電力とは思いませんけれども、バッテリーに負担がかかるというのは事実ですから、まあ、バッテリー上がりなどには十分注意する必要があるのではないかと思います。まあそれでもね、ここ数年で私が買った電熱グッズといいますかね、こういった防寒対策の中では満足度、コストパフォーマンスはもうピカイチだと思います。教えていただいた視聴者の方、本当にありがとうございました。ということで今回はコミネのヒーティングシートパッドのレビューをお送りしました。それでは。